なやっほー、ガチャガチャピンピンガチャピンです。今日は岩手県三陸鉄道の宮古駅にやってきました。ここには三陸鉄道の列車がたくさん集まる車両基地があるんだって。本物の列車を間近で見られる、もう僕ワクワクだー。コン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 、何やら列車の匂いがする。あっちだー、レッツゴー。匂いがどんどん強くなっている。あ、一旦停止。はい、この列車はこの扉の奥だ。よーし、開け、ゴーマー。うわー、シャッターが開いた。あ、奥に列車が見えてきたよ。ドキドキしてきたよ、僕。もう全身見えたよ。ねえ、まだ、もういていい？シャッターすべて開きました。よし、レッツゴー。ガチャピンチャンネル。はぁ、三陸鉄道の列車がたくさん。こんにちは。こんにちは、ガチャピン。三陸鉄道の近野です。近野さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。列車って普段はホームから見ているけど、下から見たらこんなに大きいんですね。そうだね、地面からの高さが4メートルぐらいありますからね。そんなにあるんだ。はい、幅が3メートルあります。そして前から後ろまでの長さは18メートルもあるんだよ。18メートル、ガンダムの高さと同じだね。じゃあガチャピン、車両を下から見てみようか。下から、どういうこと？僕たちはいつも車両の点検するときに下に潜って点検してるんだよ。すごい、見てみたい、見てみたい。早速連れて行ってください。行ってきます。じゃあここから降りてみようか。はい、こんな体験は恐竜史上初めてじゃない。狭いから気をつけてね。あ、ありがとうございます。ヘルメットをかぶってるけど、ぶつからないように気をつけるね。列車の下ってこんなにたくさんの機械がくっついているんだ。ねえ近野さん、この丸くなっているものは何？これは線路に積もった雪を避けていくものだよ。これ雪かきなんだ。はい、こんなに大きな雪かきが電車についているなら、冬でもスイスイ走れるね。そしてここにあるのが線路の上の邪魔なものを避けるもの、排障機っていうんだよ。線路の上に邪魔なものがあると列車が気持ちよく走れないもんね。それでこれが列車が走るために必要な車輪ですよね。そうですね、これが車輪で1両に8個ついてます。わお、8個もついているんですね。レールの内側に出っ張っている、はい、ここで線路に沿って列車が走れるようになっています。うおー、本当だ、車輪の片方だけ出っ張りがある。近野さん、この列車の下ではいつもどんな点検を行っているんですか？はい、こういうハンマーを使ってネジが緩んでないかどうか叩いて点検しています。へー、一つ一つしっかり確認を行っているんですね。ガチャピンもやってみる？いいんですか？ぜひ、いいよ、ぜひぜひ。はい、じゃあどうぞ。 ありがとうございます。よし、頑張るぞ。丁寧に。ほっ、あれ、これでいいのか。結構難しい。早いよ。おー、どうだどうだ、あれ、思っていたよりも難しいです。ねえ近野さん、僕上手にできていましたか？60点ぐらいかな。60点いただきました。まだまだ練習が必要みたいです。叩く時のポイントはあるんですか？叩く時はネジの
ここの角のところにちゃんと当たるように叩いてみます。なるほど、角を叩くのがポイントなんですね。わかりました、ありがとうございます。ところで今野さん、この列車はどうやって走っているんですか？これはエンジンがついていて、はい、電気ではなくて燃料で油で走ります。そのための燃料がここに入っているんだよ。こんなところに燃料があったなんて僕考えたことなかったです。ここに全部で600リットル入ってます。600リットル？たっぷりだっていうことはわかります。たくさん燃料を積んでいるから遠くまで走れるね。これがこの車両を走らせるエンジン。これがエンジン、なんかたくさんありますね。自動車6台分くらいの大きさがあるんだよ。そんなに？あ、でもそっか、お体大きいですもんね。あ、列車の下に消火器って書いてあります。もしも火事になった時のためにこうやって消火器を積んでいるんだよ。もう開けてみようか。あ、いいですか？やったー、消火器オープン。うわー、本当に消火器が入っている。列車の下はいろんなものがあって4次元ポケットみたいだね。ガチャピンチャンネル、すごい体験をさせていただきました。ガチャピン、はい、下から車を見上げてどうだった？あんなにたくさんの機械があるなんて知らなかったからびっくり感動です。普段見られないところを見させてもらってありがとうございました。どういたしまして。それじゃあガチャピン、普段見ることができない線路の方に行ってみようか。ぜひぜひ行ってみたいです。今日は僕がついているから線路を歩いてもいいけど、うん、普段は危ないから絶対入らないでね。はい、わかりました。絶対に線路の中には入りません。あ、そうだ、今野さん、僕ずっと不思議に思っていたことがあるんですけど、どうして列車はガタンゴトンって言うんですか？走っている線路にはつなぎ目があるんです。そのつなぎ目がこれだよ。どれどれ、本当だ、つながれている。ここを車輪が通るときにガタンゴトンっていう音がするんだよ。そうだったんだ。ということは線路にはたくさんのつなぎ目があるんだね。ずっと気になっていたのですっきりしました。ありがとうございます。ガチャピンチャンネル。ねえ今野さん、今度はこの列車で何をするんですか？これから、はい、あそこにある大きな洗車機でこの車体を洗うんだよ。わお、よかったら中に乗って一緒に見てみない？いいんですか？いいですよ。ドキドキです。お、今エンジンがかかりました。いよいよ出発なんですか？もうドキドキしてきました。それじゃあこれからスイッチを押して走っていくからね。はい、出発進行。ほら、水が出てブラシが回っているでしょ。うわぁ、ほんとだ。このブラシで列車もピカピカに。うわぁ、もう列車が飲み込まれていく。すごい音がする。すごい音だね。ねぇ、綺麗になったよ。列車さんも綺麗になって気持ちよさそうです。ガチャピンチャンネル。じゃあガチャピン、はい、今日は運転手さんがいるので、うん、あそこの運転席に特別に行っていろいろと教えてもらおうか。そんなことまで、ありがたき幸せです。行きたいです。早速行ってみよう。はい、行ってまいります。行ってらっしゃい。運転席では何を見せていただけるんだろう。
客、運転手さんは、あ、運転手さん、よい、どうも、こんにちは。ガチャガチャピンピン、ガチャピンです。三陸鉄道のたもがみです。よろしくお願いします。たもがみさん、よろしくお願いします。ガチャピン、はい、せっかくなのでアナウンスの体験をしてみませんか？やるやる、僕芸歴長いですからお任せください。じゃあこれでお願いします。はい、ガチャガチャ本日は三陸鉄道にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。ガチャガチャピンピンガチャピンでございます。次は宮古に停車いたします。皆様、特に慌てんぼうのムッコ様、手荷物の置き忘れには十分ご注意ください。すごい、100点満点です。明日からアナウンスお願いします。本当お上手でしたか、僕。ありがとうございます。お受けしたいんですけど、偉い人に確認しますね。僕、列車が動いているところ見たいなーなんて。じゃあ列車を走らせてみようか。ありがとうございます、やったー。運転席に行ってみようか。はい、行きます、行きます。運転席はどちらですか？お、あー、ここか、通れるかな。おー、ちょっと狭いか、恐竜用じゃないもんね。おいしょおいしょ、入れました。お、運転席すごいすごい。エンジンをかける前にまずは汽笛を鳴らそうか。はい、汽笛はどこにあるんですか？足元のペダルを踏むと汽笛が鳴るよ。え、ここですか？うーん、おー、大きな汽笛が鳴りました。みんなにも聞こえたかな。じゃあガチャピン、エンジンをかけてみようか。はい、わかりました。エンジンはどこですか？画面の中の赤いボタンを押してね。はい、エンジンがかかるまで長押しするんだよ。はい、赤いボタンを長押し。緊張する。ポチッとな。かかりました。やった、これで準備 OK ですね。それじゃ早速出発進行。ガチャピン、運転免許持ってないでしょ？あー、はい、持ってません。じゃあたもがみさん、運転交代お願いします。はい、運転するよ。はい、ガチャピンチャンネル。じゃあガチャピン、出発するよ。はい、出発進行。はい、よし。よし。はあ、僕がエンジンをかけた列車が動き出した。仲よし、変よし、仲よし。ガチャピン、どうだった？すっごく楽しかったです。まるで自分で運転している気分でした。たもがみさん、ありがとうございました。ガチャピンチャンネル。今野さん、今日はどうもありがとうございました。こちらこそ、来てくれてどうもありがとう。ガチャピン、はい、絶対運転手さんになってね。あ、なりたいです。僕ね、東日本大震災から復活した話を教えてもらったんだ。あの震災から復活した三陸鉄道の列車の数々を見させていただいて、僕は今日勇気をもらいました。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。これを見てくれているお友達もぜひ三陸鉄道に乗りに来てね。
それじゃあみんな、バイバイ。僕たちのグッズが発売中。概要欄をチェックしてくださいね。じゃかじゃか。